海と人、水と人との新しいつながりを生み出す仙台海の森水族館。大人気のイルカパフォーマンスや三陸の海を再現した大水槽は圧巻。東北屈指の人気を誇る水族館です。海の森日記。せーの、おっと100キロぐらいあります。 100キロですか。はい、ビラルクっていうのは世界最大級とも言われている淡水魚。大きさだけじゃなくてやっぱり強そうな感じしますもんね。そうなんですよね。岡崎さんには一緒にビラルクの標本を作ってもらいたいと思うんですが。おお。水曜日は水族館の日、特命飼育員の岡崎です。さて、昨年末に始まったプロジェクト、今回で4回目となりますが、今回からご覧になるというあなた、お待ちしてました。お待ちしてました今日、巨大魚ピラルクの骨格標本作り、夏までの完成を目指してコツコツと進めておりますが、まだまだ長い道のりが待っています。今回は知られざるピラルクの生態にも迫り、皆さんに骨格標本作りをお見せしたいと思います。さあ、今日も最後まで見てくださいね。水族館の裏側に人知れずある解剖室、ここも何回も通いましたね。吉田さん、同じ時間をたくさん過ごしましたね。過ごしました、はい、ここで骨を愛し骨に愛された飼育員の吉田さん。小さなピラルクで標本も作った頼れる男、そんな吉田さんとの5ヶ月振り返っていきましょう。まずは鱗を取る作業から始まりましたね。おお。で、そうなんです。ペンチを使って1枚1枚取りましたね。それぐらい硬いのを何時間もかけて、はい、もうあれだけでも大変でしたもんね、はい、まずファーストステップが。そうですね、全部の枚数で1200枚ぐらい、はい、それがなんとか終わって、次に、ピラルクの肉を削ぎ落とす除肉という作業に入りました。なかなか手強かったですね。そうですね、まあ、1回の撮影で、毎回毎回5、6時間もう当たり前になっちゃってましたね、もう除肉の時は吉田さんの骨への愛がもう爆発でしたね。骨がなくなったら、はいはい、もう一生恨み続けない骨カットしたらどうなるか、お想像できないほど怖いことが待ってる。なくなったらもう取り返しがつかないので。確かに、冬の間除肉を拡散して、ようやく春が来て次のステップというところですかね。そうですね、次のステップとして、はい、骨自体の油を抜いて、その後漂白をしていく工程になります。今ここにあるんですけれども、はい、だいぶ黄色いですね、はい、これが頭の一番上の部分になるので、これがこうついてくる感じですね、はい、そして目がこの辺り横についてました、はいはい、これが今水につけていただけの、やっぱり見てわかるように酸化してしまって、はい、とても黄色くなっちゃっているので、何ヶ月経つこれぐらい黄色くなっちゃう。何ヶ月もかからないです。よくワイシャツの襟とか着終わった後ってそんなに黄ばんでないのに、はい、2、3日経つと、あれ、こここんな黄ばんでたっけみたいな風に。あれも油です。油と酸素が結合して黄ばんでいくので、本当に1日2日で黄色くなっちゃいます。洗濯は早くやらなきゃいけませんね、奥さん。僕たちも速やかに作業に入りますでは脱脂、はい、移りたいなと思ってます。わかりました。まずはこれ、排水口、はい、の髪の毛とかを溶かすような薬です。お風呂掃除で使うものと成分は一緒です、ね、はい、じゃあお願いします。はい、いただきます。もっと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 です。もっともっとです。もっともっとです。あ、そのぐらいですね、はい、はい、でお湯にこれを
溶かします、はい、濃度が濃すぎると骨がもろくなってしまうので程よい割合で、油との相性も考えこの時加えるのはお湯がベスト。標本製作で、はい、この電気ケトルがここまで活躍するとは思わなかったですね。そうですよね、はい、僕も最初全然思ってなかったんですけど、最初は鍋とか買おうと思ったんですけど、はい、骨がバラバラになっちゃうのと、あとはピラルクやるってなると、はい、この寸胴っていうんですかね、はい、大きいのを買わないと入らないっていうのがあったので、では、はい、頭部を入れていってほしいんですけれども、はい、この穴っていうのはこの頭の中とかに全部つながっている穴です、はい、なのでそのボチャンって入れちゃうと中に空気が溜まった状態になっちゃうので、気泡が抜ければいいので、うん、ある程度ゆっくり斜めに、うん、もう入れた瞬間からここら辺黄色くなってますね、きてますよね、はい、これはもう油が抜けてきてるサインです、はい、これ下から見てもらうとポコ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 泡が出たりするのが、はい、あ本当だ、分かると思う、はい、中で揺らしてあげると、はい、見ていきます、全部入ったらいいなって感じです。今見ました、骨が崩れたの。 あれこれは骨がなくなったら、はいはい、もう一生裏切ってくれる。やっちゃったんじゃない、折れた分に関しては、はい、形が綺麗に残ってればくっつけられるので、はい、大丈夫です。これで10分から20分放置します、はい、その間に生きているピラルクに餌を与えてもらってもいいですか。だいぶ久々に会いますね。そうですね、はい、岩崎さん、はい、久しぶりの生きたピラルク、はい、どうでしょう。この子ですね。そうですね、今2個体が泳いでて、はい、ちょうど大きいピラルクを来てくれましたね。広げてももうこれぐらいですもんね。そうですね、何メートルぐらいですか。でもこれ僕たちが今骨格標本に挑んでるものよりちょびっとだけちょっとちっちゃいかなとは思ってます、うん、今僕たちがやってるのが180ぐらいでした。なのでこっちにいる今生きてるのが160か70ぐらいかなっていう感じはします。いやー立派で今回ピラルクたちの見てもらいたい食べ方があって、空気を一緒に取り込んで食べる姿を見てほしいんです、はい、なんですけれどもその瞬間っていうのは1回しかないので、うん、岡崎さんにそれを託したいと思います。おではピラルクの水槽の裏側に来ました。そうです、ね、意外と高いですね、ここから見ると。なので先ほど見てたより、はい、存在感がすごく確かに感じられると思うんですね。上からの方がここから餌与えてもらいたいと思うんですね、はい、背中が水面に浮いたら出たらってことですね。たら口元に投げてもらいたい。わかりました。少し餌を撒いてみましょうか。はい、まずはご飯の時間だよと認識してもらうために少しだけご飯を巻きます。2日に1回のご飯タイムだけあって食いつきはかなりいいですね。さあチャンスは来るんでしょうか。あ、近づいてきましたね。はいはいはい、待ってくださいね、背中浮くので、はい、行きますよ、はい、一つかみですね。一つかみで、あでもちょっと遠いので、はい、そうですね、ちょっと待ちましょう。わかりました、はい、めちゃくちゃする。そうですね、1回しかないですからね。ピラルクにとって相当体力を使う食べ方のようで、見られるのは一度だけ。見たい、見せたい。1個だけポチョンって1個だけ、はい、お、今の音聞こえました。今聞こえました、聞こえました。後ろから誰か来たのかなと思ったんですけど、あれは、はい、顎の音、シマの音が強いです。すごい、びっくりしました。今まさに油を抜いている部分もこの辺り。油抜いても気を抜くな。見てまだですよ、はい、あ来ないですね。あ来たかも。せーの、お
ちょっと失敗ですね。もっと全然いけます。あ、でも取れないチャンスが全然来ないですね、はい、今のちょっとちっちゃいです。え、ちっちゃいですか？全然ちっちゃいですね。でもエラからすごい空気が出て、はい、あれがもっと分かってるとバチーンってきます。残念でしたね。惜しかった。いや、残念でしたね。では終われないのが我々。後日再びチャンスを待ちました。すると今ちょっと見れましたね。もう一回いきますよ。皆さん音にもちょっと注目してお、この破裂音、まあこれで70点くらいということでしたが、迫力満点でした。餌あげ終わりました。では岡崎さん、はい、さっきやっていた油を抜く作業がこのような感じで、うん、もうだいぶ進みましたね。なんですけれども、はい、これでダッシュが終わりってわけではなくて、はい、油を浮かせて余分な油をもっともっと抜きたいと。油がどん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 、何度も何度も水を変え、骨からの油、そして穴の奥からの油を少しでも多く出していきます。続いては炭酸ソーダを使い油を浮かしていきますが、こちらも何度も何度も水を変えていく。油が少し浮いてるの分かりますかね、うんうんうん、今回も骨が折れる作業です。でここからは漂白に移りたいと思うんですけども、僕は漂白も2種類使っています。あ、そうですか。はい、まず炭素系の漂白剤を使うので、漂白剤には除菌も入りますし、まあ、殺菌はないんですけれども、はい、消臭もあるので、ぜひご家庭で骨格標本やりたい方も標本のすすめですね。まずは酸素系漂白剤、白くなれと願うこと 2,3 分、そしてよく水洗いします。お、こんなに黄色いのが本当に白くなるのかって思いますよね。そう思いますね。確かに黄ばんでる標本、骨格標本見たくないですもんね。見たくないですよね。はい、ありがとうございます、はい、じゃ次塩素系いきます。はい、塩素系漂白剤は強力なので1分ほどで骨を出します。長すぎるとせっかくのピラルクの骨に支障が出ちゃう。こちらもよく水洗いすれば作業は完了。さらに数日乾燥させると、どうなんだ、こちらだいぶ白くなりましたよね。やっぱり骨格標本は白くないと。へー、これは全部やるってなったら相当大変ですね。今回やったこの脱脂漂白、はい、全部終わらせて早めに組み立てる方に、はい、子供たちに見せられるように頑張りましょう、はい、ということで夏まで頑張っていきましょう、はい、皆さん骨まで愛して。いやいや、ゴールってあるのかね。ゴールちょっと見えづらいところでもありますね。本当に今日やったの漂白だけだよ。そうです、だしと漂白、油抜きと漂白だけ。それをあの骨みんなやんなきゃいけないんでしょ。そうです、これ今頭部の4パーツだけだったんですけども、大体200近くあるんじゃないかってぐらいのパーツがあるので、ちょっといつ終わるんだよちょっとやってみて僕も驚きました。さすがに でもそれだけにあの、うん、ゴールが来た時っていうのは、うん、なあ楽しみだよね。確かに達成感っていうのはもうすごいね。この先のアナウンサー生活でも残るぐらいのものになると思うので、ぜひあの夏までの完成を目指して我々頑張っておりますので、我々も楽しみ、はい、見たいです。皆さんも楽しみに待っていてください。さあ次はいよいよ組み立てに入れるかなというところです。皆さん骨まで愛して。以上海の森日記でした。